ご視聴いただきありがとうございます。東京のヘビです。今回からこちらガールズ&パンタードリームタンクマッチデラックス戦車を極めるために楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。うちのチャンネルの実況としましてはトーナメント戦が行われます戦車道祭りというそちらのモードを楽しんでいこうと考えているんですが、この作品で私が一番大好きなのは天才にして最強島田アリスというキャラクターがいまして、そちらのキャラクターで楽しんでいこうと考えておりますので、まずはこの島田アリスのですねストーリーを見ながらこのゲームがどういったゲームかというのをね一番最初に楽しんでいければなと思っております。隊長、月刊戦車道編集部からオファーが来てるんですけど。取材は苦手。了解しました。では丁重にお断りしておきますね。それとも私たちで対応しておきましょうか。取材じゃないみたいだよ。私たちにイベントに出場してほしいんだってさ。何それ。学生チームの参加を募って勝ち抜き戦をやるんだって。主催は月刊戦車道と全国ネットのテレビ局で、5000勝ち抜いたらテレビ局から賞品がもらえるみたい。テレビ局。はい、これがイベントの招待状です。ご覧ください。ここ母校のテレビ局だ。え、そうなんですか隊長。このイベントに勝てば母校に会えるのかな。それは母校さんも忙しいみたいですから、会えるとは限らないんじゃないですか。そうね。隊長、私たちでもう少し詳しい話をテレビ局に聞いてみますね。うん。隊長、主催のテレビ局に問い合わせたら賞品は超有名動物キャラクターとの番組共演権という回答がありました。本当？それってつまりボコと一緒にテレビに出演するってこと？多分着ぐるみだろうな。隊長の夢が壊れなきゃいいけど。私たちが気をつければきっと大丈夫よ。そうだな。イベントに参加する。みんな絶対に勝とう。了解。美穂さん、また戦えるの楽しみにしてた。私もだよ。この前は他の学校の人たちも一緒だったけど、今日は大笑いのみんなと戦わせてもらうね。うん。島田アリス、我々がこの勝負に勝ったらもう一度我が校への入学を検討してもらいたい。西澄ちゃんと戦いたいから入学に送ったんでしょ。敵同士で戦うのも悪くないけど、一緒に戦うのもいいもんだよ。また先輩って呼んでほしい。対戦プレイもいいけど協力プレイも楽しいにゃ。うん、考えてみる。よし、西澄、この試合何が何でも勝つぞ。島田アリスを迎え入れれば我が校は安泰だ。ちょっと、うちの隊長を勧誘するなんてどういうつもり。それにこっちが勝ったら何もなしってのも不公平じゃない。ぬいぐるみを一つ？それだけ？え？でもこれレアなんですよ。そんなもので私たちが納得するのでも。そんな大事なものもらっていいの？え？隊長？ボコさんとはいえぬいぐるみ一つですよ。それでいいんですか？ダメかな。そんなことありません。ただぬいぐるみ一つというのはいくらなんでも。じゃあ奮発して僕のぬいぐるみもう一つつけます。これも限定品なんですよ。美穂さん、本当にいいの？これはもうしょうがないわね。でもやるからには必ず勝つわよ。よっしゃ、行くか。ルールは殲滅戦。相手の車両を全て撃破したチームの勝利ね。接敵した場合は突破せず相手を首切りにしよう。試合を始めます。はい、それでは戦車道の方を楽しんでいきましょう。ちなみに冒頭の会話で西澄美穂というねショートカットの女の子がこの作品の主人公なのですが、その美穂さんの学校の副会長がこの試合に勝ったら転校してきてくれという話をしていたんですけども、この島田アリスさん、冒頭でもテロップで書いてあったと思いますが、年齢13歳なんで本来は中学1年生のはずなんですけども、そこが天才なので飛び級しまして中高飛んで
一気に大学まで入ってるという形なんですね。まあ、ただ高校生活を楽しんでみたいということで、まあ、どこかの高校に転校しようかなという話をしましたので、いろんな高校がこの島田アリスが欲しいと言って争奪戦が始まっているという。さあ、それではゲームの方に入っていきますが、まあ、見ての通り戦車のゲームです。まあ、世間ではいろいろ戦車を操作して戦うといった感じのゲームがいくつかあるようなのですが、まあ、私はやったことありません。このガルパンのゲームだけです。ですので、この戦車ゲームというのは、まあ、スピードもそれほど速くないじゃないですか。まあ、しかもエイム、まあ、どこに向かって撃つというのもですね、この戦車独特のものですので、まあ、正直初めてやる人は苦戦します。私もね、まだまだ修行中の身ではあります、戦車道は。まあ、ただ難しいからつまんないというわけではもちろんありませんのでね、ゲームとしてはものすごく面白いです。でゲームとしてもちろん面白いんですけども、まあ、このガルパンというね大人気アニメを見たことある人であれば、アニメ本編だったり劇場版の内容だったり、まあ、その後の話等をね会話の中で聞けますので、まあ、ファンアイテムとしても、まあ、そしてゲームとしても本当に面白いというふうに言えますね。こちらのドリームタンクマッチ、ドリタンと言われております。さあ、そして今回は殲滅戦、市街地のマップですので、今大回りして敵陣営の裏側に回ってきております。ちなみにこの町は実在する町でして、茨城県にある大洗町、ここがねモデルになっているようです。まあ、聖地巡礼等で、まあ、すごくね町おこしに貢献したということなんですけども、その聖地巡礼したファンの方の話を聞くと、もう本当によくできてるということで、ものすごい感動するそうです。ガルパン好きだったら絶対一度は行った方がいいとまでね言われているようですね。茨城県どこにあるんでしょうかなかなか東京から出ないので分かりません。さあ、そんなことを言っている間に主人公の西住美穂さんを追い詰め、そして撃破しました。このアリスはね美穂さんのこと大好きなんですよ。なので作品の中でも初めはね美穂さんの高校に入って、で美穂さんと一緒に戦車道という話だったんですけど、入ってしまうともう一緒に戦えないということになってしまいますので、それで諦めたといったね流れになっておりました。まあ、あんまりアニメの内容を話しても仕方ありませんのでね、まあ、ぜひともこの動画を見ていただいている方でガルパン見たことないよという方は見てほしいです。本当に素敵な作品ですので。さあ、そして今回のルール、いろいろねこのゲームはルールがあるんですが、今回は殲滅戦ですので、早い話相手の戦車を全て破壊すれば勝ちといったルールですね。これ市街地でやってるんで、周りの建物バンバン破壊されてるじゃないですか。これ実弾なんですよねこの世界観は昔戦車は戦争で使ってたらしいよみたいな感じの話なんですけど、え、そんな時代あったのみたいな世界観なんです。で元目のたしなみとして戦車道、まあ、華道とかね茶道とかねいろいろあると思うんですけど、その中で戦車道というものもありまして、もう戦車というのはもうそれに使うものとして認識されている世界なんですね。まあ、そしてこの戦車でドンパチしてるわけですが、破壊された建物は国が確かもう新品にしてくれるのかなまあなので住人の方がねもうどんどん破壊してよみたいな、まあ、なかなかぶっ飛んだ設定になっております。まあ最初ですのでね、いろいろこのガルパンの世界観の話してきましたが、もう残りあと1両、これを倒せば私たちの勝ちです。あ、お見事、仲間がやってくれました。ワードオフの試合終了。私たちが勝ったということは入学の話はなしね。残念だったわね。やった、ポコのぬいぐるみありがとう美穂さん仲良くしてあげてね。本当に欲しかったんだな隊長。美穂さんと一緒の高校も楽しいと思うけど、私やっぱり美穂さんと何度でも戦いたい。今度は私も自分の母校を持ってくるね。うん、アリスちゃんの母校私も見てみたいな。永遠のライバルということか。真田幸村と伊達政宗、高杉晋作と草加玄瑞、ハンニバルバルカ、スキピオアフリカヌス、それだ。美穂さんと永遠のライバル、嬉しい。あ、でもライバルだけど、一緒にポコミュージアムに行ってくれる？もちろんだよ。戦車道ではライバルだけど、アリスちゃんは大事なポコ仲間だから。
ありがとう。隊長は西住美穂が相手だと途端におしゃべりになるわね。そうね、残念だけど認めざるを得ないわね。いいなあ、やっぱ西住羨ましいわ。めぐみもあずみもるみも大事なお友達だけど、何か嫌な思いとかさせた？いえ、そんなことはありません。そうです、私たちも隊長は大切な友達です。私たちが嫌な思いをすることなんてありませんよ。そっか、よかった。やっぱり隊長かわいい。まずは一緒、ちょろいもんね。まあ順当かしらね。高校生相手に負けるわけないでしょ。油断はするな。すみません隊長。あと4戦全部勝つ。了解。今度は千畑学園ですか。むやみに突撃するのはやめたのかしら。大学選抜チームの皆さんと再び戦うことになるとは大変光栄です。本日はよろしくお願いいたします。恐れることはありません、西隊長。こちらは準備万端であります。またアヒルの風船をかぶり待ち伏せすれば我々の勝利は確実であります。福田、我々の作戦を漏らすとは何事だ。しまったであります。大変申し訳ありません。ああうん、それ知ってるから。待って、わざと情報を漏らして何か別の作戦を用意してあるんじゃないかしら。裏の裏を書くってことね。なんとそのような考え方があるとは、大変勉強になります。目から鱗であります。なんか調子狂うな。みんな、どうやら我々の作戦はバレてしまっているようだ。だが大丈夫であります。アヒル的突撃がバレたとしても我々には様々な突撃があります。展開的突撃に散開的突撃、遠心的突撃に交代的突撃も、普段頑張って覚えました。その通りだ。我が校伝道の突撃を大学選抜チームの皆さんに見ていただこうじゃないか。交代的突撃、一体どんな突撃なんだろう。みんな油断はするな。了解。ルールは特別なものとなっている。さあ今回の対戦のルールは、相手の高校が邪魔してくるのをかいくぐって目的地に到着できるかといった内容なんですけども、一本道ですのでもうここは一気に飛ばしてしまいますね。これで2勝ね。高校生チームも頑張ってるけど、まだまだ私たちにはかなわないわね。あと3勝して隊長の願いを叶えよう。ええ、もちろんよ。みんなありがとう。あと3戦負けられない。セントグロリアーナ、高校生シャドウでは強豪と言われているから注意しましょう。強豪校とはいえ、私たちの車両の火力なら圧勝じゃない。そうだな、センチュリオンやパーシングの手法なら余裕だろう。マチルダ2どころかチャンジルの正面走行だって抜けるから問題ないわね。火力差で戦車道の勝負は決まらない。そうですね隊長。事実セントグロリアーナは先の全国大会で圧倒的な火力差を持つ黒森峰のフラッグ車を追い詰めていますから。そりゃすごい。追い詰めようとも負けは負け。
褒められるようなことではありませんわ。あら、さすがセントグロリアーナの隊長、自分たちに厳しいのね。お褒めいただけて光栄ですわ。今日は皆さんのご期待に応えられるよう努力いたします。お言葉ですがダージリン、大学選抜は強豪です。データ上では私たちは逆境は私たちの美徳を明らかにするのよ。グロリアーナの戦車道を貫けば結果は後からついてくるわ。すごい自信ね。ええ、真実を申し上げているだけですもの。その自信試させてもらう。ルールは特別なものとなっているから注意してね。それでは今回の戦いは耐久戦、まあ、制限時間内生き残れといったルールになっております。まあ、ただですね、その時間内に相手の戦車を全て破壊することができればその場で試合終了ということですので、今回は相手の戦車を全滅させましょう。あれ、なんかうちの戦車も一両やられてますね。ちょっと待って、目の前で味方がやられました。さあ残り1両、向こうのリーダーのダージリンさん、チャーチルという戦車ですね。ここからでは狙いづらいので場所を変えます。みんなどうかした？いえ、何でもありません。島田さんってなんか可愛いですよね、ローズヒップさん。そうでございますわね、オレンジペコさん。私、あんな妹が欲しかったんでございますわ。あんな妹がいたら、私じきじきに手取り足取り宿女のお教育をして差し上げたいのでございますわ。それはそれで大変なことになりそうですね。セントグロリアーナ女学院、こんな戦い方もあるんだ。参戦勝ち抜き達成、あと2つね。今日のアリス隊長は気迫が違うわ。どんな相手が来ても今の隊長の前では何もできないわね。私たちのバミューダアタックもいい感じだし、このままいけるかな。みんなありがとう。あと2試合よろしく頼む。任せてください。隊長サンダースって恵みの母校じゃなかったっけ？そうね。でも勝負は勝負、後輩だからって手は抜かないわ。はい、めぐみ、今日はよろしくね。先の戦いのリベンジをさせてもらいます。私たちを舐めないでよ先輩。あらあら、一世代前のシャーマンだって乗員の腕次第で格上の戦車を圧倒できるのよ。シャーマンのことならよく知ってるわよ。私たちもシャーマンを使うことはあるから。この前の試合はこっちはシャーマンが主力で、対する相手がパンターとヤクトパンターが十数両でしたっけ、隊長？そう、いい練習だった。ナオミ、どうしよう。あいつら、シャーマンでパンターを倒してるって。最初から分かってるさ。彼女たちが手強いことは。アリサ、弱気はダメよ。
ツーンシャドウは相手が強いほど面白いんだから。イエスマム、なかなかいい体調ぶりね。これは楽しめそう。よろしくね先輩。ルールはフラッグ戦、相手のフラッグ戦を倒したチームの勝利ね。相手を釘付けにしろ。それでは今回はフラッグ戦、フラッグ者となった戦車を守りながら戦うと、そういったルールになっておりますが、プレイヤーがフラッグ者に選ばれなかったとしてもプレイヤーが負けたら敗北になったような気がするんですよね。なのでどちらにしても自分は負けられないので、もう自分がフラッグ者になっちゃった方がいいんですが、今マップ見たらこれ私しかいませんね。あ、1対1みたいですねこれ。なるほど、ではタイマン勝負、絶対勝ちましょう。このようにこのゲームの戦車はドリフトができるんですが、このドリフトをしながら撃つとですね、相手に大ダメージを与えられるというテクニックですので、なるべく早めに習得したいですね。私も西住流を背負ってはいるが、ここにいるのは黒森峰女学園、西住真帆だ。大学選抜とはいえ黒森峰に簡単に勝てるとは思わないでもらおう。うん、分かってる。全力で行かせてもらう。ルールはフラッグ戦、相手のフラッグ者を倒したチームの勝利ね。接敵した場合は突破せず相手を釘付けにしろ。さあいよいよ最終ステージですね。ここの遊園地ステージ苦手なんですよさあそしてまだまだこのゲームはキャラクターも今回出場しなかった高校もありますし、ステージもあります。ただ今回はこの5つだったということですね。さあそして今回登場しております西住真帆さんという方、まあおそらく高校生の中では最強と言っても過言ではないんではないでしょうか。まあもともとこれ女子高生たちがメインの話ですからね。私のチームの島田アリスは先ほど言ったみたいに、まあまだ13歳ですし、他のメンバーは大学生なんですね。これ本編には出ていなかった劇場版のキャラクターなんですよ。いやーその劇場版がですね、もう構成も物語もアニメ見てた人であれば間違いなく燃えるというね、最初から最後まで一暇する時間がなかったというぐらいね、素晴らしい劇場版でした。さあそしてその西住真帆さんは
まあ、同じ名字である通り主人公である西住美穂さんのお姉さんなんですね。でこの世界の戦車道、まあ、家元と言われる西住流、もう戦車道といったらこの家系といったのが主人公の家なんですけども、それと対をなしているのが島田流というね、このアリスさんの家なんですよ。本編のアニメでは名前だけ出てました。まあそれが劇場版でついに対決することとなったということですね。それで私は女の子しか出ないという作品が正直ちょっと苦手なんですけども、このガルパンはですね全然そんなことない、かっこいいシーンが多いですので、かなり入り組んでますので見つけるだけでもね大変なんですよ。まあこういうとここうやっていきなり接敵するので怖いんですよね。このステージは本当に撃たれる前に最初に撃ちましょう。ちょっと待って、相手のフラッグ者いるじゃないか。大チャンス、大チャンスですかね。これむしろ私の方がピンチなんじゃないか。あ、でも仲間来てくれましたね。よかった、みんな来てくれた。ここで一気に勝負決めたいんですけど、まあもちろん敵のフラッグ車逃げますんで、どうかな、これ地形的にちょっと厳しいかな。でもここは追いかけるしかないですね。とりあえず行きまで、ルミさん邪魔、かなり混戦状態になっているので、ここはスキルを使って一気にフラッグ車に突撃します。常に強くなければならない。そのためには私はもっと強くならねばな。みんなついてきてくれるか。はい。美穂さんとは違う、でも感じる、西住真帆さんすごい人なんだ。ずいぶん気に入られたようですね隊長。うん、また戦ってみたい。勝った。5戦勝ち抜き達成です。私たちの優勝です。ついにテレビ局でボコさんと会えますね隊長。おめでとうございます隊長、夢が叶いましたね。みんな本当にありがとう隊長。テレビ局が早速スタジオに同行してほしいそうです。僕に会える、ちょっとドキドキしてきた。楽しみですね隊長。さ、行きましょう。テレビ局のスタジオに着きましたよ隊長。すぐに撮影開始みたいです。あれ、ボコはどこにいるの？おかしいですね。なんで主役のボコさんがいないのか。あ、ここに台本がありますよ隊長。バルジユーロランドのパッティちゃんと仲間たち。何これ、ボコじゃない。超有名動物キャラクターってパッティちゃんのこと？ああ、私子供の頃結構好きだったわ。ボコじゃないけど確かに超有名キャラクターね。隊長、ボコさんじゃないですがパッティちゃんが来てくれるみたいですよ。帰る。隊長、ちょっとどういうこと？やっぱりボコじゃないとダメだったんじゃない？似たようなものだと思うんだけどな。隊長にとってはそうじゃないでしょ。それよりこのままじゃまずいんじゃない？何が？隊長、きっとすごく怒ってるわよ。このままじゃテレビ局が。それはまずいわね。
隊長待ってください。隊長、はい、それではですね、無事に全校を倒すことができまして、ストーリークリアとなります。今アリスが抱っこしてるのがポコですね。それでは次回からはいよいよメインであるトーナメント戦、こちらの方を楽しんでいきたいと思いますので、ぜひとも皆さんもこちらの戦車道を楽しんでいただければなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。少しでも面白かった、暇つぶしになった、そう思っていただいた方はチャンネル登録、高評価するかはお任せいたしますので、ぜひとも東京の蛇の動画をもう一本ご視聴いただけると嬉しいです。それでは次回また別の動画でお会いいたしましょう。